はい、こちらがパソコンのキーボードですね。で、これのシフト、コントロールと N を一緒に押すとシークレットモードが立ち上がります。こんな感じですね。ログインをするとですね、左下のアップグレード、これが開くようになります。山中です。今回の動画テーマは、ChatGPT のティームプランにアップグレードできない場合は、Web ブラウザのシークレットモードでログインしてみましょうというお話です。現在は無事に ChatGPT ティームプランを使っている状態なんですね。で、ふと、なぜか ChatGPT プラスからティームへアップグレードができなくて困ったなーってことを思い出したので、簡単な短い動画を作って公開しておこうと思いました。で、どういう現象かっていうとですね、この左下からプラスからもしくはフリープランからアップグレードをするためのテキストとアナウンスがあって、そこを左クリックをすれば、通常であればアップグレードをするためのダイアログが開いて、簡単にアップグレードできるはずなんですけれども、私はなぜかできませんでした。で、結論を言うと、Chrome ブラウザのシークレットモードから ChatGPT プラスにログインをして、そこからアップグレードすることができました。もう情報としては今回の動画、これが全てです。はい、こちらがパソコンのキーボードですね。で、これのシフト、コントロールと N を一緒に押すとシークレットモードが立ち上がります。こんな感じですね。で、こうやって立ち上げたシークレットモードのアドレスバーに ChatGPT の URL を入れてですね、で、開いて、ログインをするとですね、左下のアップグレード、これが開くようになります。で、ここからチームプランを選択するわけですね。チームにアップグレード。今回の動画はこれが全てです。で、おそらくいくつかあるこの Chrome 拡張機能のどれかが邪魔をして、この左下のプランをアップグレード、これが正常に動作しなかったんですね。で、そのいくつかある Chrome 拡張機能を無効化すれば、シークレットモードにしなくても問題なくこの画面にたどり着くはずです。ただし、Chrome 拡張機能を大変たくさん使っている人も多いと思います。とても便利な機能追加ができますからね。で、その Chrome 拡張機能を特定するよりも、シークレットモードで全ての Chrome 拡張機能を無効化にした状態で、OpenAI とか ChatGPT とか世の中のいろいろなウェブサービスにアクセスすればですね、このように正常にウェブサイトを動かすことができるっていうのが今回のコツの部分ですね。プラン変更の1回だけシークレットモードで ChatGPT にアクセスして、で、プランをアップグレードして、で、その後はアップグレード後はですね、通常のウェブブラウザのノーマルモードで ChatGPT にアクセスすればチームプランにアップグレードされた状態で使い続けることができます。なので、この操作は1回だけで OK なんです。ChatGPT のチームプランは、チャットボックスに投稿した内容を OpenAI が使わない、ChatGPT のトレーニングに使わないプランです。なので、無料プランや ChatGPT プラスと違ってですね、この2つのプランでは、機微情報、機密情報、個人情報を抽象化したり、名前をいちいち削除したり、名前を A さん、B さん、C さんとか、メールアドレスも A、B、C とか、そのように加工をする必要があります。チームプランではその必要がないんですね。なので、スピード感がさらに上がります。機密情報をそのまま伝えて、プロンプトに使うことができます。本当に OpenAI を信用するかどうかというのは、また別問題として捉えてください。OpenAI を信用して、チームプランの Terms、契約書で謳っていることを信用して、その上でこの便利なプランを使いたいな、でもなぜかアップグレードできないんだよなって人、中には、ほんのわずかでもいるかもしれません。そのような方の問題解消のヒントになれば幸いです。今回の動画は以上です。もし質問や相談がありましたら、説明欄のコンタクトフォームから山中和志へ連絡していただけます。今回も動画のご視聴ありがとうございます。それではまた。